ウセルカフのピラミッドウセルカフは、エジプト第5王朝の創設者であり、アブシールに太陽の神殿を建設する伝統を開始した最初のファラオである。ウセルカフの名前は、カーは、力強いという意味である。紀元前2494年から紀元前2487年にかけてエジプトを治め、サッカラにウセルカフのピラミッドを建設した。 ウセルカフの母は、ネフェルヘテプだと考えられていた。しかしアブシールでの近年の発見では、ネフェルヘテプはサフラーの母で、ウセルカフの妻であったとされた。ケンタカウエス一世が、ウセルカフの母だった可能性もある。母は、はっきりわかっていないが、ウセルカフは、ゼドエフラーの孫で、クフの後継者であったことはわかっている。ウセルカフの胸像は、 エジプト考古学博物館で展示されている。闘像はアブゴラブにある5つのうち1つ目の太陽の神殿で発見された。ウセルカフの闘像は45センチメートルの高さで交差岩で作られていた。イエジプトの赤い王冠を被った皇国時代の君主の彫像はほとんどないことから、この彫像は特に重要なものであったと考えられている。 当造は1957年にドイツとスイスによる合同探検によって発見された。彼はサフラーとネフェリルカラーという二人のファラオの父親であったと考えられている。またウェストカーパピルスの記述によると、第5王朝の最初の三人のファラオは全員、ケンタカウエス一世の息子であったとも言われている。鳥の王名表及びマネトの記述によると、彼は7年間統治した。 ノーベル文学賞受賞者のエジプトの作家ナギーブ、マフ・フーズは、1938年にアフはある、マリック・アシルカーフ、ユキュー・ザッサ・ミスリアというタイトルのウセルカフに関する短編を出版した。この小説は、レイモンド・ストックによって、キング・ユザーコフ、S4 ギブニスとして翻訳され、ボイス・フロム・ザー・ザー・ワールドという短編集に収められた。ありがとうございます。